さあ、ということで、今回はこちらのね、覚醒ベジータ、来たということで、ベジータ一族がめちゃめちゃ強くなりましたね。ライジング受けもいるし、超火力のキャラクターもいっぱいいるということで、まあ、環境トップクラスになったんじゃないかなって感じなんで、今回使っていこうと思います。さあ、お願いします。相手は合体戦士ですね。赤なしですけど、まあ、赤なしなんで、いや、どうしよう。極ベジいるかなぁ。あ、でも結局この3人だよな、出てくんの。これでいくか。順番はこれでいきましょう。お願いします。紫染めとか来たらね、キラベジ出していきたい。さあ、もう緑がマジでね、環境にぶっ刺さってるんで、ゴジフォーもね、最強の緑だったけど、もう正直このベジータもね、まあ、匹敵するぐらい強いんじゃないか。まあ、匹敵というか、まあ、うん、差別化はできてるよね、抗体禁止究極あるんで。対策取られちゃった。な、とりあえず湯逃げために行きましょう。いや、バフ消しだるいな。まあ、緑受けしようか。ブッパ飛んできそう。だよね。これ即行きましょう。オッケー。もう殴るか。あー、マジで出すの、お前。イラつくな。跳ねたな、これ。やばいことしてこい。オッケーしてきた。やっぱやばい人の見極め出し特殊。まあまあいいや。まあ、ユニゲあるんで大丈夫っすね。ホプソがマジで評価上がったんじゃないか、このベジータのおかげで。何、噛み合い狙ってるね。だよね、噛み合い重視だよね。やばすぎだろ、だからお前らさ。どういう思考回路してるの、この人たちって。オッケー。何回毎日やばすぎって言わせないけんの、俺に。よし。さあ、居座ろうかな。そして回復できるし、こいつ特にないもんね。何してんのお前。ちょっとラグい、ラグい、ラグい。これさ、持ってけたらやばくない、泥足2段階で射撃低い。127。128ぐらいか。ちょっと、ベジータを信じます。いや、強すぎ、強すぎ、強すぎ。ちょっとラグいんだって、お前マジで。いや、強すぎだろ、マジこいつ。うん。いきなりやばい人と当たっていくと。いやー、強そう。強そうだな。ゴッドも3回なってる。これ緑確定の左さんですもんね、これ。ちょ、青が通ってないけどな。まあ、さすがにこの3だな。超強そう。フラグもやばいし。ただこれ緑はぶっ刺さってるんで、うまいこと火力積んでライジングさっさと一体落としたいですね。お願いします。下がろうか。うわ、撃ってくるか。結構ずらしてんな。まあ、さすがにゴジフォーにしてほしいな。青は出さないと思う、さすがに。そもそも出さないか。いや、強いな、このベジータ、マジで。オッケー。うまいやろ、俺。噛み合い全集中したいな、これ。噛み合い全集中したい。即行こう。オッケー。いや、マジそこさ。それリスキーすぎないか。青出しとくか。青じゃない、紫。変えてきたら変えて。OK。 予約打ちしてライジングいきましょう。
いや、耐えるんかな、これ。読まないでね。あ、耐えそうだな。メッキあるもんな。まあ、いいや。よしよし、通るならいい。もうこれでベジータのメイン究極圏内でしょ、全員。で、ちょっと上手いんで跳ねるか。オッケー。こういうことよ、こういうこと。これよ、これ。よっこらしょ。メイン。メイン使わんのか。こっちで受けて、弓毛貯めたい。即行きます。オッケーオッケー。あ、これ縛り究極あるんか。弓毛。いやー、噛み合い狙ってるな。メイン切ろう。あ、なんそれ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 。意味がわかんない、意味がわかんない。あ、避けさせてライジングってことね。なるほどね。そういうことか。おしゃれだな。避けられても大丈夫ってやつね。今のじゃあ俺対応めちゃくちゃうまくね。オッケー。一番の回答策だったよね、今の。オッケー。すごい、今のメインアビリティ相当褒めてほしいわ。完全に対応したもんね、今。とりあえず悟空、あー、ベジータ一旦出しとくか。これでじゃんけん一回できるようになりました。うわ、マジか、どうすんだ。まあいいや。読みたくないんで、一つ。あれ、一つ読みそうだな。ごめん、なんか読みそう。大丈夫かな。で、メイン切ってるんでタックル行きましょう。タックル回避で。ろうそくあるんでね。ちょっと人確認はリスキーかなっていうので。タックル回避いきまーす。おっ。まあ、いいや、そのまま行こうか。オッケー。よいしょ。よし。さあ、ベジータちゃん。アーツ引っ張ってほしいな。いけない。よいしょ。オッケー。さあ、泥足頑張れ。引けないんか、お前。オッケー。まあ、究極かな、これ。ずらしててきっと。まあ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 、打っとくか。うん、打っとこう。回復ないしね。オッケー。さあ、あとは振り向こう終わるまで逃げて。よく行って、オッケー。危ねえ。まあ、これは縛りが強かったね、ベジータの。間違いないわ、やっぱり。強い。うわ、えげつないの来たな、これ。ただ、緑これ2枚いっちゃうか、こうなるとさすがに。あ、でもトランクスの踏ん張りつかなくなるのか。いや、さすがにやめとこう。踏ん張り欲しいな。まあ、極ベジでいいか。ちょっとキラベジ出したかったけど、しょうがないね、これは。さすがに。さあ、ちょっと、アビがすごい打撃モリモリなのが怖いけど。速回避。あー、回復回避ね。いったー。外すな、こいつ。オッケー。よーし、3段階。よし。あー、待って、2段階じゃん。最悪だわ。な、何してんの、何してんの。出しとくか。オッケーオッケー。湯逃げ貯めたいんですけど、早く。釣れた。オッケー。さあ、射撃ください。うん、154。射撃きた。強い、これは。4だったんでね。オッケー。強すぎ。くっそ。おー、お前大丈夫か。もらお
136噛み合わない。いやあれ落とせよあいつマジで。ここにない、オッケー。よーし、強すぎるわ。さあ縛り、オッケー。通常でいくんだよなこれは。強すぎるわこの人。ライジングかぶそうか。オッケー。いやベジータ強えわマジで。ウルゴジに有利つけててこんだけ捨て高いんで安定感が半端ない。ありがとうございました。さあついにキラベジぶっ刺さりきましたね。これは活躍できる絶対。おお、いきなり行ってくんだ。これ紫出してきそうだな。お、あ、そっちなんだ。まあ、とりあえず殴りまくりまして、気力つながんの強え。射撃打って。あ、うまい。変えてきたら変えましょう。まあいいや、ライジングないよさすがに。メインまで切るんだ。まあちょっとさすがにトランクスの弓毛ためようかこれは。痛えけど。タックル UG。射撃欲しい射撃。弾付きの射撃、オッケー。言った通りになった。さあ行きましょう。強っ。やーばこいつマジで。さあドロ速2段階。いや強いよマジ、本当に強い。復活阻害とかあったらねめちゃくちゃ相性良かったけどさすがにね。さあここ全集中できます。 OK。まあ、1まで削っとくか。いや、必殺でよかったな。全然、必殺なしでも行ったわ、1まで。あー。釣れる、オッケー。さあ、ここのキラベジちゃん強いね。めちゃめちゃ強いよ、ここのキラベジ。ここのキラちゃん強いね。止まんないよ、これ。これメインでヨダメかなんか上がる？まだ勝負はこれからだ。いけないか。さあ持ってけ、頑張れ。強かぶそう。あ、びっくりした、危ねえ。これ今相当うまいことしたよ。交代禁止つくんでトランクス受けしたかったんで。今のめちゃくちゃうまかったからね。いや今のマジやばい、天才プレイ。今の特殊、縛りあるんでね。あのベジタル受けたらライジング受けちゃうことになるんで。マジでうまい今の。あれを一瞬の判断できる俺やば。タックル U 字、オッケー。さあメイン使っていいや。うん、使おう、オッケー。最速オッケー。レジェンダリー行きましょう。完璧やったね、これは。うん、キラベジも使えてよかった。ということで、いや、ベジータ一族マジで強い。これはもうテオトが暴れまくること間違いなしですね。なんか、フェスティバル前まではね、孫一族パーティーが環境だったんですけど、もう完全にベジータ一族芸になってるね。まあ、芸ではねえけど、どっちかというと絶対ベジータの方が強いもんね、今。ということで、めちゃくちゃ面白かったな、これ。